どうも、ゆきひろです。今日は2016年3月の30日、水曜日のトレードの結果と、あと考察を述べていきます。で、事前予告してたのは、ユーロ円。で、僕が見てたのは、今表示させてる127.44付近のラインですね。で、まあ、この通り、ここを超えた後に、まあ、若干伸びまして、で、僕はこのトレード、利食いで終わりました。で、まずここのラインを引くに至った経緯なんですけれども、日足を見てみると、日足では綺麗なダウントレンドを形成してるんですよね。ただ、まあ、こうやって上値の抵抗線を引いてみると、まだ上昇余地はある。で、しかもラインの上の方に邪魔になる移動平均線がない。まあ、この青のラインがあるんですけど、これ128.53ってラインから100ピップス以上上にあるんで、まあこいつは邪魔になってこないだろうということで、僕はこの今の状況っていうのは、まあ、ダウントレンドの中の上昇局面ということで、まあ、上方向へのエントリーを考えてました。これ4時間で見ると綺麗なアップトレンドを形成してたんですよね。なんでまあそういった理由もあります。で、次に30分見ると、30分ではこういったレンジを形成してました。結構今回のレンジは綺麗で、まあ上値もほぼほぼ同じようなところで止められてるし、下値はもう同じ値で止められてます。で、しかも3本の移動平均線が、まあ、レンジの真ん中ら辺で収束してきてると。でも今回のレンジっていうのは本当に分かりやすい教科書的なやつだったんで、エントリーも迷わなかったですね。で、僕レンジを確認するときに、まあ、よく15分を使うんですけど、まあ、今回15分がちょっと分かりづらかったんですよね。なんか僕的になんか汚かった。で、30分を見てみたら、まあ、30分の方が分かりやすかったんで、今回はこっちをずっと見てました。で、よくトレードの、まあ、解説とか手法とかで、まあ、まず日足を見て、で、1時間足を見て、で、5分でエントリーとか、1時間足でこういう形になったらエントリーしましょうとか、っていうのを見るんですけど、多分あんまこの時間足、この時間足、で、もう決めない方がいいです。それってもう冷やし1時間とかってもう限定しちゃうと、やっぱりその分見方っていうのを狭まるし、偏るし、でそれによって取れるチャンスとかもね、逃してしまうと思うんですよ。そうじゃなくて、もっと柔軟に対応する。もし1時間足を見て分かりづらいな、形が汚いなって思ったら、まあ、2時間なり4時間なりに切り替えてみて、時間足を。で、自分にとって分かりやすいところで攻めていくっていう方が、まあ僕は上達するのは早いかなと思います。まあまあ、ただ2時間とか8時間とかそういう変則的な足って見てる人が少ないんで、やっぱり基本は日足とか1時間足とかたくさんの人が見てるチャートですよね。そういうのはやっぱり機能しやすいんで、だから基本は日足とか1時間足とか
そういうところに置きつつも、まあ、そういう時間足でなんかちょっと分かりづらいなっていうことであれば、時間足を前後に変えてみて、で自分が分かりやすいものを選ぶっていうのが、まあ、一番僕はいいと考えてます。